こんにちは。大阪府の箕面恵み聖書教会の山下渉です。今日は10月5日水曜日です。聖書の箇所は創世記の31章17節から35節です。テーマは危機から守ってくださる慈しみ深い神です。今日もご一緒に聖書の言葉から神様の御思いを心に留めていきましょう。創世記31章17節から35節。そこでヤコブは立って彼の子たち妻たちをラクダに乗せ、またすべての家畜と彼が得たすべての財産、彼がパダンアラムで自分のものとした家畜を連れてカナンの地にいる父イサクのところへ向かった。その時ラバンは自分の羊の毛を借りに出ていた。ラケルは父が所有しているテラフィムを盗み出した。ヤコブはアラム人ラバンを欺いて、自分が逃げるのを彼に知られないようにした。彼は自分のものをすべて持って逃げた。彼は立ち去って、あの大河を渡り、ギルアデの山地の方へ向かった。三日目に、ヤコブが逃げたことがラバンに知らされた。ラバンは身内の者たちを率いて七日の道のりを追って行き、ギルアデの山地でヤコブに追いついた。神は夜、夢でアラム人ラバンに現れて仰せられた。あなたは気をつけてヤコブとことの善悪を論じないようにしなさい。ラバンはヤコブに追いついた。その時ヤコブは山地に天幕を張っていたが、ラバンもギルアデの山地に身内の者たちと天幕を張った。ラバンはヤコブに言った。何ということをしたのか、私を欺いて娘たちを剣で捕らえられた者のように引いていくとは。なぜあなたは逃げ隠れて私を欺き、私に知らせなかったのか。タンバリンや盾ごとで喜び歌って、あなたを送り出しただろうに。しかもあなたは私の孫や娘たちに口づけもさせなかった。あなたは全く愚かなことをしたものだ。私にはあなた方に害を加える力があるが、昨夜あなた方の父の神が私に、あなたは気をつけてヤコブとことの善悪を論じないようにせよと告げられた。それはそうと、あなたは、あなたの父の家がどうしても恋しくなって出て行ったのだろうが、なぜ私の神々を盗んだのか。ヤコブはラバンに答えた。あなたがご自分の娘たちを私から奪い取りはしないかと思って、恐れたのです。あなたがご自分の神々を誰かのところで見つけたら、私はそのものを生かしておきません。私のところに何があるか、私たちの一族の前でご自分で調べてください。そして持って行ってください。ヤコブはラケルが盗んだことを知らなかったのである。そこでラバンはヤコブの天幕とレアの天幕、また二人の女奴隷の天幕に入って行ったが見つからなかった。彼はレアの天幕を出て、ラケルの天幕に入った。ところが、ラケルはすでにテラフィムを取って、それらをラクダの鞍の中に入れ、その上に座っていたので、ラバンが天幕を隅々まで調べても見つからなかった。ラケルは父に言った。父上、どうか怒らないでください。私はあなたの前で立ち上がることができません。女の常のことがあるからです。彼は探したが、テラフィムは見つからなかった。では最初の段落から見ていきましょう。ラバンに現れた神ということです。17節からのところですね。ヤコブは早速すべての家畜と自分が得たすべての財産をまとめて、そしてカナンの地にいる父のところへと向かっていきます。果たしてラバンがそれを許すのかという問題がありましたが、
その時ちょうどラバンは自分の羊の毛を借りに出ていたというんですね。まあ、千載一遇のチャンスが来たわけです。でもここでラケルは父が所有しているティラヒムを盗み出すという何とも不可解な行動に出ていきました。まあ、とにかく20節にヤコブはアラム人ラバンを欺いて自分が逃げるのを彼に知られないようにしたのですとありますね。そのことをラバンは3日目に知り、そして7日の道のりをかけて追いかけていき、追撃していき、このギルアデの産地でヤコブに追いついたというんですね。すると神はその夜、夢でアラム人ラバンに現れてこう仰せられたというんです。24節。あなたは気をつけてヤコブと事の善悪を論じないようにしなさいというんですね。突然の神の介入でした。もしこのことがなかったら、ヤコブは大変な目に遭っていたはずであります。ここに私はあなたをどこへ行っても守る。あなたを守ると言われた神様のお約束を見るように思うんです。私たちもこの自分が気づこうと気づくまいとですね、神はご自分の民をあらゆるものから守ってくださる方であるということを心に留めようではありませんか。詩編の121編の8節には、主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られるとあります。聖書は私たちの人生は平坦とは限らず、凸凹道や回り道の時もありますけど、どこに行き、どこを通らされても、主はあなたを守られるのだと教えているわけです。主はまどろむこともなく、眠ることもない。常に働いてくださっているお方だというんですね。私たちが気づかない時も、あらゆる方法を用いて、災いから守ってくださっているんです。私たちも、すべてを治めておられる主が、ご自身に信頼するものを、あらゆる危機から守ってくださるということを、しっかり心に留めようではありませんか。二つ目のところです。ティラヒムという偶像について見ていきましょう。25節からのところになります。大勢の家族と家畜を連れているヤコブたちに、このラバンが追いつくのは時間の問題でありました。ラバンはその時、ここで二つのことでヤコブを責めていきます。一つは、ヤコブが自分に知らせないで、孫や娘たちを引いて連れて行き、別れの挨拶さえさせてくれなかったということ。もう一つは、ラバンの持ち物である、このテラヒムを盗んでいったこと。この二つのことでした。それに対してヤコブは、もし自分たちが去る前にあなたに知らせたなら、妻たちを無理やり奪い去りはしないかと思ったとあります。そしてもう一つに関しては、ヤコブはラケルが盗みをしたことなど全く知りもしませんでした。だからヤコブも、どうぞ自分で、ご自分でお調べください。そして持って行ってくださいと促すことができ、ラバンもそれに対し隅々まで調べ上げますが、結局見つけられなかったというんですね。まさかラケルが、このティラヒムを盗んで、ラクダの蔵の中に入れ、その上に座っているとは、まあ、思いもしなかったというんですね。私たちも、このラケルが、この信仰を持っていようとし、いまいとですね、ティラヒムという偶像を盗み出して、自分でそれを隠し持っていたということ、これを心に留めておきたいと思うんです。イザヤ書の44章の9節には、偶像を作る者は虚しい。彼らが慕う者は何の役も立たないと書いてあります。聖書は偶像を作る者、またそれに頼ることが何と虚しいことかということを教えています。なぜならそれを細工したのは人間に過ぎないからだというんですね。ラケルもどうしてそんなものを盗んできたのか、その真意はわかりませんが、少なからずそれを持っていれば安心という思いがあったのかもしれません。偶像というのは目で見えるものとは限りません。それは神でないものを神のごとくより頼むことを言うんですね。皆さん、私たちもあらゆる偶像に気をつけたいものです。そして、誠の神のみを信じ、その方のみを礼拝していこうではありませんか。
今日は危機から守ってくださる慈しみ深い神をテーマに2つの段落で見ていきました。少し長いところでしたけれども、前半部分はラバンに現れた神、そして後半はティラヒムという偶像について見ていきました。誠の神というのは、私たちが気づこうと気づくまいとご自分の民をあらゆる危機からあらゆる災いから守ってくださるお方です。一方で偶像の神というのは無力で何もすることができないというんですね。詩編の34編の8節には、味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であることを、幸いなことよ、主に身を避ける人はとあります。味わうというのは、それは経験によって知ることを意味する言葉です。主は誠に憐れみ深く、誠に慈しみ深いお方です。ぜひその方を私たちも味わっていきましょう。ご自身の約束を成し遂げるまで、決してこの方は私たちを見捨てることはありません。この方に身を避けるものこそ幸いなのだと聖書は教えているんです。皆さん、今日も神様のこの守りを感謝して、そしてこの方を礼拝し、恵みと慈しみを味わいながら、私たちも神様と共に歩ませていただこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。天地万物を作られた私たちの父なる神様、あなたの御名をあがめます。この今日もこうしてあなたの御言葉を聞く幸いを与えてくださって感謝をいたします。ラバンに現れた神、それはヤコブを守られる神様の姿でありました。そしてティラヒムという偶像が後半に出てきますが、私たちにこの偶像が本当に何の力もないことを教えていることを改めて教えていました。神様、私たちも本当に様々な災いが、あるいは危機が迫っているにもかかわらず、それに気づかずに歩んでいるところがあるかもしれませんが、本当にそんなものを神様は憐れんでくださって、そしてあらゆる方法を通して守ってくださる、ご介入くださる方であることを思います。どうぞ私たちもいつもそのことを忘れないで、本当に主の守りの御手の中を歩ませていただいていることを覚えながら、本当に日々あなたに感謝を持って歩むことができるよう助けを与えてください。神様、どうか今日もお一人お一人の信仰を励ましてくださって、それぞれがなすべき役割を果たし、また主と共に歩むことができますように助けを与えてください。神様、この時を心から感謝をいたします。すべてを御手に委ねて、このお祈りを私たちの主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。